はい、どうも、サイです。今日はですね、珍しく外にいるんですけども、なんと今日準備しているものはこちらです。ドン。はい、 GT と GT の胃袋ですね。こちらを使いましてバーベキューをしようと思います。そしてなんでこんな企画をしようかなと思ったということは、まあシンプルに GT の頭が食いたいっていうのも、まあそう一つなんですけども、8月19日に倒れまして、もう視聴者の方がこんな心配するくらい心配されてるんで、ちょっとねこの GT をね魚に、魚を魚にでちょっと分かりづらいんですけども、近況報告をしようかなと思います。ということで皆さん乾杯。ちなみにですね、ちなむ前に火を起こしましょうか。よっしゃ、火を起こすぞ。まずはね、木炭で火を起こしていく。こういう風に並べると空気の通り方が良くなりますとかね、いろんな並べ方があるんですけど、マサル流をですね皆さんにお伝えします。はい、やりますよ。まばたき厳禁や。これがマサルルや。あとはバーナーで燃やすのみ。火起こしってね、火を起こすところから楽しいですからね。はい、ということで15分ぐらい経過しました。火の状態を見ていきましょう。こちらです。めちゃめちゃいい。完璧じゃないですか。はい、まあ、本来ですね、まあ、GT みたいなでかい魚を焼くときにここまでの火を用意する必要はないんですけども、皆さんサムネが重要なんですよ。 YouTube はサムネが重要ですから、このぐらい火を強くしました。じゃあちょっとねサムネを撮りましょうか。火傷しないようにね。もうこのカメラマンの腕次第で再生数変わってきますから、お願いしますよ。雅子さん任せてください。おー、強気やね。よし、いい感じ。いや全然。どうしたらいい。もうちょっと近づいて。早く。 OKOK。まあね、よくテレビとかだとこのまま焼いたりしてるんですけど、こんだけでかいサイズだと中まで火が通らないんですよ。なんでね、これは炭の香りをつける工程みたいな感じですね。そしてここ見てください。こっちからの画角、網が曲がってるとこなんて見たことある？みんなおかしくない？重さ。あ、やばいやばい。焦げたら美味しくなくなりますから、反対側にします。焦げてんな、まあ、表面だけ火を入れるといった感じですね。よいしょ。はい、そしたらですね、GT を焼く準備をしていきましょう。用意するのはアルミホイル。これがあれば巨大な魚も焼くことができる。巨大な魚焼くってさ、なんかこの YouTube6 年ぐらいやってさ、もう7年目ぐらいか。俺の中では普通になってきたけど、でも何回やっても、この巨大な魚を焼くという行為、これが楽しい。狩猟民族の本能が刺激されるよね。よいしょ。うわ、でもこれがやりたかった。本当にこの動画が需要があるかどうか知らんけど、もう俺はただただ GT を丸焼きにしたかった。この頭を、これこの瞬間のために GT をずっと狙ってきましたか。まさかこんな企画を4年も温めるとはね。今日はねもう GT 祝いですから、もう動画の構成とか文句言ってくるやついたらマジで GT 取りに行かせる。で、巨大魚を調理するとき忘れてはいけないものがあります。それはバターです。巨大魚はですね、まあ大体ね食感が硬くてパサパサしてます。それはですね、繊維がねとにかくね太いんですよ。なんでバターが必要です。まあ、バターどんぐらい使うんやという話ですけども、もちろん全部ですよ。うわー、美味しそう。よし、6年間さ魚料理をひたすら学んできて、最終的にバターをぶち込んでる料理、最近の TikToker、 最近っていうかちょっと一昔前の TikToker がやってた頃と同じことやってるのがちょっと悔しいです。でもバターと魚はマジで合います。よし、完成した。アルミホイルは 1.5 ロール使いました。うわ、これ楽しみやな。いきます。やべ、熱そうだ。これはもう速度が重要や。よいしょ。うわ、やば。うわ、ドーパミン出た。はい、それではですね、GT が焼けるのを待ってる間にですね、昨日仕込んでおいた GT の胃袋、スタッフ全員を、ここよりも臭いと言わせた。くっさい。あの胃袋です。食べています。一応圧力鍋で茹でたりとか、もうできる限りのことはした。ちょっと居酒屋で出たらちょっと吐き出すぐらいの味やな。腐ってるかもしれんから。でも腐ってないって分かりますか。で、これをですね、今日はバーベキューにします。もう完全にこれミノですよ。雅子ももうちょっと食べたいでしょ。絶対食べたくないです。私、マサルはですね、魚の内臓結構好きなんですよ。日本ではあんまり食べられてないんですけど、意外と魚の内臓ね、美味しいんですよ。心臓もそうだし、胃もそうだし、あと肝臓ね。まあ、肝臓結構食べられてる魚多いですけども。さて、もう焦げてきましたよ。焼肉のタレで食べましょう。熱っ。え、待って、え、待って、これ普通にうまいぞ。食感はね、あのミノじゃない、上ミノって感じ。うん、ちょっと柔らかいね。これね、俺びっくりしたんだけど、もうみんながね、スタッフ全員がちょっとこの匂いしますねって言ってたじゃないですか。
個が旨味に変わりました。うまっ。何もでも食える。なんだって焼肉屋で出してほしい。胃袋フィーバーしちゃうか。魚もね、いろんな胃袋があって、やっぱ肉食魚系の胃袋がね、このコリコリしてて美味しいんですよ。っていうのもちょっとこれはね、残酷な話になるんですけども、魚ってどういう最後を迎えると思いますか？これね、面白くて、基本的に魚って魚を噛みちぎるような歯がないんですよ。つまり丸飲みで食べるんですね。で、丸飲みで食べられた魚ってトラ胃の中でめちゃめちゃ暴れるわけですよ。で、逆に言えば肉食魚は食べた魚が胃の中でどれだけ暴れようが壊れない胃袋の分厚さを持ってなきゃいけないわけなんですね。ということでですね、肉食魚の胃袋はね、コリコリして結構美味しいものが多いんですよ。なんか自分が食われる側だったらさ、最悪だよね。生きたまんま胃袋行って徐々に溶かされて死んでいくっていうね。じゃあちょっとね、インスタでマサルのこと心配されてる方がもう本当に非常に多いということで質問しています。で、その質問にちょっと答えようかなと思います。あ、来た来た来た。なんかまともな質問来ねえな。死ぬ寸前に体からどんなサイン出ましたか？死んでない。まだ死んでない。まともな質問読み上げたいな。自分の体調の限界が来た時の目安は何ですか？もうこれ我々ね、もう同じ指標ですよね。ろれつが回らなくなった時、もうこれが結構やばい。で、ガチな話すると、睡眠時間3時間が1ヶ月ぐらい続くとほんまにやばい。寝た方がいい。もう寝るのの大事さを今回気づいた。なんかずっと仕事してましたから僕、ちょっとおかしかったもんね。睡眠時間は1日10時間ぐらい欲しいですね。ロングスリーパーですから。ロングスリーパーやのに3時間でずっとやってたら倒れました。もう寝不足で倒れたようなもんやな。あ、まともなの来ました。よかった、まともなの来て。結局大きな病院に行って病気は見つかったんですか？はい、これね、大きな病院でね、僕2週間検査入院しました。健康体ですねと言われてしまいました。はい、もうさすがに3ヶ月もね、ゆっくりしてるんで、まだ元気になったみたいです。もう当時ね、倒れた時、病院の先生が2年ぐらいはもう本当に誰かと付き添って動かないともうダメかもしれないですねみたいな、もうなんかすっごい深刻そうな顔して言われて、うわこれは終わったわって思ったんですけど、3ヶ月で治った。はい、皆さんにも心配かけました。俺もめちゃめちゃ心配だった。2年間動けないってちょっとさすがにもう YouTube 活動とかも厳しくないとか思ったんですけど、大丈夫だった。雅子はどんな気持ちだった？社長、働き出した瞬間に2年間病院送りされたけどみたいな。そろそろ倒産かなと思った。倒産しそうやったな、ほんまに。マジで無理かと思ったな。ほんまに正直今どうなんやという話なんですけども、まあ倒れた当初ですね、3ヶ月間まあベッドの上からほぼ動くことができなくて、体力がねめちゃめちゃなくなってます。そのぐらいですね。まあ体力以外はもうほんまに倒れる前とあんまり変わらないぐらい、まあ、めちゃめちゃ元気ってわけではないけど、今4割ぐらい元気です。マックスの4割ぐらい。はい、まあマックスまで元気だとね、もう俺本当にめんどくさい人間なんで、もうなんかいろんなことまた始めてしまうんで、4割ぐらいがちょうどいいのかもしれないなと思ってるんですけども、まあこれからもですね、 YouTube の投稿をねやっていこうと思います。まあ潜りに関してはですね、徐々にね慣らしていこうかなと思います。まあ最初は5メーター10メーターぐらいからやり始めて、まあほんまに大丈夫やなってなってから、まあ今まで潜ってたような20メーターだったりとか、そういう深度でね潜っていこうかなと思います。闇上がり一発目で GT を取ってるところから、ああまあこいつは元気になったやなというところをね見せれたんじゃないでしょうか。まあお医者さんもね、多分ね嫁言う時もちょっと長く言うじゃないですか。2ヶ月で元気になりますよって言われてて、2年かかったらもうちょっと嫌な気持ちになるやん。多分そんな感じなんじゃないかな、知らんけど。おおおいおい、大丈夫かよ。ということで完成しました、 GT の兜焼きです。どうなんでしょうね、 GT の兜焼きを食べるの初めてなんで、これが熱い。ちょっと待って、サウナや。ここ頬肉から行ってみましょうか。こんなでかい頬ある？頬が取れました。あーなるほど、なんか味っぽいってよりはちょっとホッケっぽい香りみたいな。え、普通に美味しいぞ。で、ただねちょっと味が薄いわ、かなり。これね、魚さばき YouTuber としても言ったらあかんことなんかもしれないんですけども、焼き魚って焼肉のタレとめちゃめちゃ合うんですよ。もう焼肉のタレでいきます。特にね、大味の魚は合います。でかー、こんなことある？焼肉のタレめっちゃ美味しいわ。いやでもマジでみんな下ネタ好きやな。いじられてるやつがあるんだけど、乳首の位置合ってます？いやまだ誰もいじってないやつやぞ。合ってないよ。なんかちょっとずれてるけど俺も気にしとるんやからやめてくれよ。本当にちゃんとした質問来ました。睡眠時間ちゃんと取れてますか？もうね、ありがたいことにですね、僕が倒れてからね、スタッフのみんながねマジで頑張ってくれて、僕はね寝る時間を確保できるようになりました。はい、安心してください。
骨折の回復具合は大丈夫ですか？本当に悲しいお知らせなんですけど、マサル身長が 2.5 センチ減りました。あの圧迫骨折っていう、あの背骨がねギュッてなる骨折仕方をしたんですけど、これ圧迫骨折4本しまして、マサル 2.5 センチ身長が減りました。身長は想像に任せます。ちょっと待って、ほんまにお医者さんみたいなコメントが言ってます。手足のしびれはないですか？背骨をやってしまうと起きたりするので。これないです。元気ピンピンです。はい、五条悟ぐらい元気ですよ。記憶はどこまで戻りましたか？記憶はね、5割ぐらいですね。もうただね、まあ、いいことも一つあって、嫌なことを中心に忘れてます。はい、なんでより幸せになったと言っても過言ではないのかもしれない。はい、まあそんな感じでですね、ほんまにこの3ヶ月睡眠も食事も運動もストレッチとかね、もう全部できるところ3ヶ月やってきて、それの成果が出まして、まあ当初2年ぐらい厳しいかもねと言われてたんですけども、なんとか復活しました。よっしゃー。まあこれからね、徐々に体力を回復してですね、まあいろんな挑戦していこうと思ってますのでね、皆さんね、ぜひこれからもね、温かい目で見守っていただけたらなと思います。そしてですね、ここ3年間ぐらいですね、水産加工場を立ち上げて沖縄ラブジャンを盛り上げるぞと言うてですね、総額2500万円ものクラウドファンディングを集めたりとか、もういろんなね、人の力を借りて今水産加工場をやってるわけなんですけども、ついにですね、1月中旬ぐらいになんと新商品が出せそうです。はい、もうねマジで長かった。 YouTube が大変さあんま出してないんで、なんだかんだ水産工場がマジで大変だったんですよ。まあ今までですね、伊勢海老だったりとか夜光貝とか、それをただ冷凍しただけ、この加工してない商品を売るのってすごいハードルがそこまで高くないんですけど、電気が切れた、もういいや、ちょっと味付けしたりとか、ちょっと加工した商品を売るのってめちゃめちゃ難しくて、このためにですね3年間頑張ってきたというのがね、集大成のようなものがですね、ようやく1月中旬にねできますんで、本当にねクラウドファンディング協力してくれたみんなマジで待たせた。本当にクラファンから2年半待たせて、もう俺もプレッシャーがえぐかった。正直数千万預かって何もできない日々って結構プレッシャーやばかったんですけど、ついに出せます。はい、皆さんね、お楽しみにといったところで、今日はですね、珍しくトークメインの動画になったんですけども、まあ私ね、これからも頑張っていきますので、皆さんぜひぜひよろしくお願いします。そしてですね、 GT 皆さんね、まずいまずいという評価が多いんですけども、普通にうまいぞ、マジで普通にうまいんよ。めちゃめちゃ美味しい。ということで、それでは